先ほど運動してこう筋肉を動かすとですね、結果的に血管の内側の壁から NO、一酸化窒素が出てですね、背中に血管が広がりますよというお話をしたんですが、これ実はですね、一度私たちの血流を止めて、そしてそれを再開したときに、再開した血液のその刺激によってですね、血管の壁から同じように NO を出すことができるんですよ。例えばですね、私たちが冷えた体を温めるには運動がいいんですね。運動のメリットとしては、冷え性の方たちの手足の血行を良くして、即座にですね、手足を温かい状態にしてあげるという効果も期待できるんですよ。もちろん体を動かせばそれ全部手足の血管が広がって手足が温まることにつながりますが、例えばこれから少し寒い季節になった時にですね、こう布団に入ってみる時に寒いですよね。この時に手足を温めるある体操をしていただくと、即座にこう手足が温まってきて、手足を温めると何がいいかというとですね、私たちの深部体温といって体の中心部にある熱をですね、血液の流れによって体の外に運んできてですね、体内の体温を少し下げる働きが期待できるんですよね。で、これは実はですね、温まった深部体温を下げることによって安眠につながると、よく眠れる、快眠につながるという効果が期待できるんですね。ですからこう寒くて眠れないと、そんな時はですね、私の推奨するある体操をやっていただいて、手足の血行を良くして皆さんの深部体温を下げて、こう気持ちよい眠りを誘っていただければなと思うんですよね。これ寂しん坊体操と言います。まあ、別でこれ桃太郎体操と思うんですが、これを 2,3 回やった後に布団に入って寝ると、なんとなくこう手足がポカポカしてきて、体の中心部に集まっていた体温がですね、うまくこう逃げていくことができるんですね。この寂しん坊体操ですね、寒く寂しい夜にやればですね、手足が温まりながらとてもいい眠りにつけるという効果が期待できます。